まあ皆さんにちょっと紹介したものがあって、持ってまいりました。湯気出るぞ、湯気出るぞ。おい湯気。昨日3試合目フナティック対クラウド9の試合見ましたが、実はフナティックさんが実は自社でデバイスを出してまして、フナティックギアっていう、ちょっと紹介していただきたいというか、使ってみてほしいっていう話をいただきまして、まあ僕がちょっとね、デバイスオタクっていうのと、フナティックギアなんだけど、スパイギアとフナティックギアのギアつながりでいただいたのかなって思うんですけど、逆、こっちね、ストリーク65っていうキーボードをいただきました。これね、まだ発売前なんです、実は。多分僕が日本人で初だと思うんですけど、これフナティックギアのストリークっていうキーボードは、前のモデルもいろいろとあって、ミニストリークってやつとストリークってやつがあるんですけど、このストリーク65ってのは何かっていうと、まあ単純に言うとですね、まあ見てもらえば分かると思うんですけど、かなりミニサイズのめちゃくちゃコンパクトなキーボードです。なんか海外とかだとめちゃくちゃこういう、なんつうんだろう、65キーとか何もだっけ70何キーとかっていう、なんかすごいもう10キーレスもかなり省かれてるじゃん、フルキーより。それの10キーレスのさらにまた省いたバージョンのキーボードがすげえ流行ってて、それの日本語配列版をいただきましたんで、ちょっと紹介させてみます。では開けていきますよ。すごい、もう箱もコンパクト。そもそもキーボードもコンパクトすぎるから、箱もすげえね。俺が持つと多分めちゃくちゃちっちゃい、腕までないもん。うわ、もっとちっちゃい。見て、ちょっと待って、俺持つとめちゃくちゃちっちゃくない？ちょっと待って、めっちゃちっちゃくない？思った以上にめっちゃちっちゃいんだけど。え？これ？箱の半分くらいしかないんだけど、さらに。え、本当にもうキーボードと本当にコードだけしか入ってないですね。すごい。マジコンパクト。え、すごい、見て、めちゃくちゃ軽いんですけど。超ちっちゃい。これ、ちょっと見て、これをこんな感じ、なんかもう赤ちゃんよりちっちゃいよこれ、ほら。え、すんごいちっちゃいんですけど、なんか小学生の時とかさ、なんかホースつないだなんかハーモニカみたいなやつあったでしょ、あれよりもちっちゃいね。しかもすごい軽いっす。で、ついてんのは USB のコードと説明書ですね。ピアニカか、ピアニカ、鍵盤ハーモニカあったよね。ちょっと繋いでみますわ。一応こんな感じですね。フナティックって入ってて、背面はもちろんスタンドがあります。で、前面で USB こっちに刺すっぽい。結構真ん中とかだとコードが邪魔しちゃうんで、結構左にあることが多いんですけど、タイプ C ですね。タイプ C 刺して、今のキーボードちょっと外すんで、よいしょ、外してマクロぶっ刺すと。お、なんか、お、光り始めた。
なんかさ、今俺の勘違いじゃなかったらあれなんだけど、フナティックっていう文字が光って起動したように見えたんですけど、気のせい？ちょっともう一回やっていい？お、フナティックって光って起動した。かっこいい。見た？すげえ洒落てる。洒落てますわ。こんな感じですね。デフォルトの起動はこんな感じでなってます。でもちろんこれなんかあのフナティックのツール、フナティック OP っていうのかなっていうのを入れると、ライティング光が叩くの変えれるっぽいです。で、前面もこんな感じで、ちょっとね、いろいろと読みたいんですけど、フナティックストリーク65、まあ、今回のこのキーボードなんですけど、ロープロファイルキースイッチっていうスイッチ使ってるみたいで、なんかフナティックオリジナルのキースイッチらしいですのを使ってて、なんかすごい静かな打鍵感で1ミリのアクチュエーションポイントっぽいんですよ。まあどういうことかっていうと、まあすごい速い応答速度を持ってるっていうスイッチなんですよ。で、押してもめちゃくちゃ柔らかいっていう、あの静か、こんな感じ。実際にタイピングしてみると、こんな感じかな。マイク拾ってるかな。結構うるさく音を出したんですけど、結構静かっすね。うん。で、押してみた感じ、めちゃくちゃキーのスイッチも柔らかいというか軽いですね。軽いけど押し心地はちゃんとあるんで、っていう感じのスイッチを使ってるっぽいっす。で、コンパクトな 65% サイズで、持ち運びしやすい薄型軽量ボディ、重量 420g あって、で、着脱式だからこれオフライン行く時でもこれちゃんとケーブル外して持っていけると。結構ね、オフライン行く時に一番多いのはやっぱキーボードなんで、でもって着脱できないやつとかはさ、キーボードにこうケーブル巻いてたりとかするんですけど、やっぱそういうの断線の元になるし、これ見てほしい、この薄型。これね、伝わるかな、めちゃくちゃ薄いんですよね。照明のリモコンとほぼ変わんないっす。っていう薄いのを使ってるっぽいです。で、キーキャップもなんか DSA プロファイルっていうなんかすげえ薄いやつ使ってるっぽくて、めちゃくちゃ押しやすいんですよね。こういうなんかちょっとノートパソコンではないけど、そもそもなんかこうキーキャップが薄いやつ使ってます。あとなんか PS4 でも仕様変わらしいですよ、これ。っていう感じのキーボードを、いただきました。キースイッチはね、独自のあれなんですけど、なんか体感で言うと赤軸を軽くしたバージョンで音が静かなタイプっていう感じ。似てる感じで言うと、で、一応この日本語配列バージョンのトリック65なんですけど、一応12月末予定で発売予定らしいんで、皆さんよかったらっていう感じですね。これ店頭にも多分置かれると思うんで、触れる機会はあると思うんですけど、かなり早めにいただいたんですね。ありがとうございます、ナティクさん。ちょっと早速使ってみようかなと。あ、これさ、底打ちしなくてもキーが反応するからさ、めっちゃ早い反応が。あとね、キーボードが小さすぎて
すげえ違和感感じるけど、昔から言われてるのってキーボードとマウスの距離はできるだけ近い方がいいって言われてるんだよ。だからみんな点キー列を好んでやってんだけど、あとキーボードが小さいとマウスの範囲がやっぱりその分取れるじゃないですか。多分みんな、俺はすげえ机でかいの使ってるけど、多分そもそもの人たちってみんな結構小スペースでやってたりするんじゃん。パソコンのスペースって限られてるんだ、パソコンの上のスペース。その分マウスのマウスパッドとかね、でかくできるって考えると、いいね。小さいキーボードいいわ。初めて使ったこういう65%のキーボード。そういえばさ、昨日フナティックの試合でなんかフナティックの選手たちなんか前面にフナティックって入ってるキーボードピカピカ光らしてたわ。なんだろうこれ、何のキーボード使ってんだろうってずっと思ってたけど、これも光ってますね。フナティックっていうロゴがピカピカ。ちょっとアンネット行ってみようかな。やべ、ストリーク65使ったら俺なんかブースターの気持ちになってきた。俺ブースターじゃない今。足当たってんの分かってんだよ。おい、調子出てきたぞ。攻守交代前、最終ラウンド。マッチしてきた俺に、ストリークが、ストリークのスピードについてこれになった俺の体も。やべ、やべっち。A でキャリアーダウン。やべっち。注意しろ。索敵する。裏越え。ここ。死に敵複数。敵残り一名。最後の一人だ。待ってよ。マイクキャリアが倒された。 B でキャリアダウン。敵残り1名。はい、アタッカーの勝利。最後の一人だ。コンパクトなキーボードめっちゃやりやすいわ。なんか気持ちに余裕ができる、マウスの。なんかコンパクトすぎて指がもつれるとかってのなんか結構懸念としてあったけど、
まあ折れてもつれないとか大丈夫じゃないですか、多分。対戦を確認。俺トップクラスに多分指太いでしょ。残念ね。なんでこっち来んの。残り10キル。てんてん。おい、ここうめえぞ。ここうめえぞ。なんでこれヘッド当たんねんだ。サイファーを排除。あと2キル。あと2キル。あと1キル。あと1キル。こいつ終わらせる。ジェットを倒した。これがフナティックギアストリーク65。これで取りました。なんかでも使ってみた感じ、赤軸使ってる人なら違和感なく使えるかなって感じはしたわ。あとやっぱりそのスイッチが早いっていう話があって、レレレしてる時にストッピングの反応が早かった。めっちゃちょっとそこは最初使う人は違和感感じるかもしんないけど、慣れたら多分、まあ従来のスイッチより速いわけだから、まあ強いだろうね。マップが本大会では使用されません。1人も早くストッピングできるし、はい、トラクチャーが増えました。